ライオネルサウルス。イエーイ。ほらおいで、かっこいいトカゲくん。あ、ライオネルワイオネルウー。え、ライオネルワイオネルフー。ライオネルの特別なあだ名。気に入ってるみたい。あとトカゲ用のおやつも好きだよね。新しいのがあるんだ。それじゃあいい？行くよ。逃げちゃったらどうする？紐か何かつけといた方がいいんじゃない？ライオネルは紐が嫌いなんだ。でも逃げたことなんてないよ。仲良しだもん。なんだろう、ライオネル。いない、消えちゃった。あ、なんだろう。ライオネルはこいつにさらわれたのかな。心配しないで、必ず見つけ出す。パジャマスクになってライオネルを探すんだ。パジャマスク出動準備。夜の街で悪を倒せ。うわ、あの大きな足跡のやつが暴れたみたい。ライオネルはどこ、どこなの。空の上から探そうよ。アールグライダーに乗って行こう。でもライオネルはいないよ。キャットイヤー。うわ、すごく大きい声だ。私にも聞こえた。見に行ってみよう。どこまでだっけ。あ、そうだ。僕はとっても賢いんだ。ロミオがぬいぐるみを盗んだ理由が分かったね。全部ロミオ人形に変える気なんだよ。どうする、うん、ねえ、今の音何。あー、僕の声。ラボの後ろからロミオに不意打ち攻撃をしようって言ったの。いい作戦。悪だくみは止めなくちゃね。最高。どうしたんだ。おや、ダメ。あ、やあ、こんばんは、パジャマスク。見つけた。にゃん先生をすぐ話せ。え、そういう名前がいいんじゃないかって思ったんだ。もちろん僕のぬいぐるみじゃないけどね。ああ、じゃあこいつをロミオ人形に作り変えても文句はないな。やめろ。全員にロミオ人形を渡して可愛がらせるんだ。そうすればみんな僕のことが大好きになる。そうやって世界を乗っ取るのさ。ちょっと待ちなさい、ぬいぐるみを盗む悪い奴。絶対そんなことさせないからね。覚えてるね、ロミオは悪いやつだよ。だから止めなきゃならない。わかった。おや、パジャマスク最後の一人がいるぞ。お前も赤ちゃん軍団に入れてやる。これでもう邪魔するやつはいない。僕一人じゃないよ。あー、まった、あいつらが仲間か。ねえ、二人とも起きてよ。ヒーローになるんだ、忘れた。結構何かお話聞かせてくれない。また今度な。捕まえろ、ロボット。やだ、離してよ。じっとしてろよ。うわ、ダメ、僕の友達を離せ。スーパーキャットスピード、それでピュン。バイトか悪者。え、
せいだからな。ああ、かわいそうな僕のロボット。わーい、遊ぼうロミオ。今はダメだってば。悪巧みの途中だ。おい、やめろ、下ろしてくれ。わあ、ヒーローの動き教えた通りに全部ちゃんとできたね。僕のヒーロースーパーヒーロー。いいもの見っけ。これで遊ぶぞ。待て、触っちゃダメだ。悪いロボットめ。ダメだってば。違う、あそこだよ、見て。ロミオが2人いるの？そんなの絶対ありえないよ。幻を見てるのかな。僕のホログラムマシンの力さ。だから違う場所にラボが見えたんだ。2人とも会ってたね。ううん、2人とも間違ってたんだよ。グライダーに触るな、このポンコツ。ちょっと、あたしのだよ。これは僕がいただくよ。見るがいい。月がまた光り始めた。どうした。わあ、大変だ。月のパワーがロミオに。僕のラボにルナガールの道具をつければ月を自由に操れるんだ。モンクランチ作戦を開始する。私の月が。みんなの月だよ。私のせいだね。喧嘩に夢中になってロミオの罠にかかった。喧嘩を仕掛けたのは私。私がそれに乗ったの。でももうやらない。さあ来て、みんなで一緒に戦おう。月よ、ゆっくり基地のところへ来い。そして潰すんだ。粉々にする気だよ。基地は絶対守る。今こそヒーローになろう。いい？アウルビーム。なんだ？アウルウィングビーム。おっと、しまった。それより月の輪を見て。に入ったものが輪にエネルギーを与えてくれるんだ。電池みたいにね。ありがとう、キャットボーイ。キャットスピードのパワーを使ってすごい速さで回ってるんだ。さあ行け、猫ちゃん。キャットボーイ。無理しちゃダメ。力を入れれば入れるほど速くなるよ。ビリビリさせちゃってほんとごめん。そうだ、もう一回ルナと遊ぶのはどう？冗談でしょ。ビリビリにしびれたトカゲなんてもう嫌だよ。だからみんなの技を使うんだ。今こそヒーローになろう。スーパーキャットスピード。試してみよう。やられた。間抜けな猫め。
何回同じ失敗をしたら分かるんだ。僕の巻き戻しビームには絶対に勝てないってね。まずは故障を直さないと。それくらい分かってるよ。よし、これでいいだろう。あー、やっと分かった。今の僕の力じゃ故障したリモコンにも負ける。はあ、ロミオは僕よりずっと上だね。本当に？そうさ、もちろん決まってる。何しろ僕は悪の天才だからな。スーパー月光カムフラージュ。いろんな悪者と戦ったけど、やっぱりロミオが一番だよ。今の聞いたか、ロボット。はい、ご主人様。でもまず、リモコンを直した方がいいんじゃ。話の邪魔するな。それじゃキャットボーイ、続きをどうぞ。ロミオは本当にすごい。新発明の巻き戻しビームって最高だよね。ちょっと待てよ、今日はよく喋るな。仲間のパジャマスクはどこだ？スーパーアウルウィング。なんだ？今行きます、ご主人様。おっと、いい作戦だね。助けて。ただ飛び出すよりずっと強いし面白いよ。ロボット、リモコンを取るんだ。チャンスだ、スーパーキャットスピード。僕がもらうよ。それじゃ月光頼むね。巻き戻しビームを使っただけだよ。効き目がよくわかっただろう。今回はお前たちの勝ちだな。小さな体なのに空飛ぶ忍者ってほんと厄介だね。大変。アウルアイ。ルナガールとナイト忍者がロケットに貼り付けられてる。あんなのってないよ。忍者がたちやりすぎだよね。今こそヒーローになろう。あんたのせいだよ。忍者リーノを怒鳴ったからこんなことになったんだろ。僕のせい？冗談じゃない。宇宙の日を邪魔しようとしただけで、ロケットに乗る気はなかったんだ。忍者がのやつら調子に乗りすぎだよ。悪者じゃなかったらもっと喜んで力を貸すんだけど。だよね、本当なら忍者リーノとガガボスを助けるのに。待って、それだよ。忍者リーノとガをバラバラにしてボスの味方に戻せばいいんだ。分かった、でもどうやって？簡単、本当の仲間は誰か教える。悪くないね。でも打ち上げ前にルナガールとナイト忍者を助けないと間に合わないよ。忍者ガの相手をしててくれない？僕は二人を助ける。おい、空飛ぶ忍者、こっちだよ。スーパーアルウィング、スーパーキャットスピード。僕の番、スーパー月光カムフラージュ。おいルルル、パジャマスクども信じられない。私たちをほっといて。あ、助けてあげるからじっとしててね。スーパー月光パワー。ね、なんで助けるの？ヒーローは正しいことをする。それに二人とも部下たちと仲直りしたいでしょ。わかった、でも優しくしてあげて。怒鳴っちゃダメだからね。あった、やった、二個目の宝だね。あと一個、最後の謎は BCA、 何かの暗号？うん、これは折り紙の折り方だよ。四角い紙を使っていろんな形を作れる。この順番通りに折っていくと。うわ、ドラゴンだよ。最後の宝の場所が分かったかも。博物館だ。のものが何かここにあるの？本物のドラゴンじゃないといいけど。博物館にはいろんな宝物が。いいもの見っけ。卵？卵の化石だよ。これドラゴンの卵かもって言われてるんだ。うん、何か悪い予感がする。猫のヒゲでそう感じる。
ナイト忍者はなんでこんなもの探してたの？ただのゲームだよ。ナイト忍者の負け。気をつけて、卵を狙ってる。アールウィングウィンド、私の宝よ。勝ったよ。やった。それやめてくれない？よく言うよね、姿を消す力を持つトカゲが。卵をよこせ、フクロウ。ゲームはこれで終わりだよ、忍者リーノに言って。もう二度と町を壊さないってね。よし、ここに呼ぼう。宝を探してくれてありがとう。横取りする気？一つも謎を解けなかったくせに、折り紙のことも知らないんでしょう。知ってるとも。折り紙はほら、ナプキンだ。せいぜい頑張るんだな。この町を最大で最悪の恐ろしいピンボールマシンに変えてやる。そうすればおじゃマスクもゲームオーバーさ。いい笑いですね。町を変える？大変だ。大丈夫、ピンボールに何ができる。じゃあ見せてやろう。ゲーム開始。あんな鉄の玉なんて僕たちの敵じゃないね。アウレット、アールウィングウィンドで動きを止めて。いいよ、簡単。月光、僕の合図を待って。アールウィングウィンド。あれ効かない、もう一回やろう。アールウィングウィンド。あ、みんなちょっと手伝ってくれる？わあ、アールウィングウィンド、僕たちの敵じゃないね。今回はうまくいきましたね。その通り。ダメダメマスクが僕のピンボール作戦に勝てるわけがないのさ。どうかな、見ててよ、スーパーキャットスピード。キャットボーイ。おい、結構炎をどかして。スーパー結構パワミオ、敵じゃないって言っただろう。さあどうかな、簡単に僕に勝てると思ったら大間違いだぞ。あ、飛んでっちゃったよ。大丈夫、さっき止められたんだから次もできる、楽勝。そう、うまくいくかな。いよいよ登場だ、鉄の玉第2弾。朝目を覚まして家の外に出たらみんなどこかに跳ねていく。僕を邪魔する者は誰もいなくなるんだ。僕が発明した重い靴を履いていればどこかに飛ばされる心配はない。街中をピョンピョンさせに行くぞ。さあどうだ、ほらどうだ。僕はどんなやつにも負けない最高の悪者なんだ。僕の方がすごいね。僕はスーパースーパーすごいぞ。何あの二人、あんなこと言ってる。うわ、キャットボーイもそうだったよ。自分がすごいってみんなに見せようとしたでしょ。すごいのはとっくに分かってるのに。そうだね。うわ、ほんとごめん。悪者に勝ちたかったら力を合わせなきゃ。分かってる。うわ、今こそヒーローになろう。かっこいい技を出すからね。今度は失敗しないぞ。スーパーキャットジャンプ、アウレット、アールウィングウィンド、今だ。結構スーパーリザードグリップ。うわ、これならもう跳ねないね。スーパーキャットスピード。うわ、エア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 、どうなってるんです。靴が脱げちゃったんだね。ローミオ、後ろだよ。おい、靴を返せ。やったー、やった。さあ元に戻すよ。リモコンが動く。
よ。でもロミオが言ってたでしょ、スーパーロボコントローラーって作戦のうちさ。もちろんミニボットもそうだ。我慢できないほど可愛いだろ、絶対仲間にしたくなる。そこで偽のリモコンを作ってのこのこやってきたお前たちを捕まえたのさ。スーパー結構ピクともしない。どこまでやった。ああそうだ、あとは基地を壊すだけだな。なんななんななな、お忘れるところだった。ダメ、行かないで。もう無理だよ月光。ごめんねパジャロボ、守ってあげられなくて。一緒に戦いたかった、夜の街で悪を倒せって。どこへ行くんだ。ねえみんな見て、ロミオから逃げようとしてるよ。ロミオにコントロールされてても僕たちのこと忘れてないんだよ。聞こえるパジャロボー、頑張れパジャロボー、こっちに来て。さあ今こそ。僕の言うことを聞かない気か。追いかけろ。はいご主人様。ねえみんな、パジャマスクのすごい力をナイト忍者に見せてあげよう。輪の形に並べてみんなで守ろう。一緒にね。
してるんだ。早くしないとトカゲ坊やにコントロール装置を外されてしまうぞ。あんな近くにいるんだから簡単にできるだろう。えい、結構ダメだ。やっぱりお前よりもトカゲの車を選んだな。さあベタベタ手裏剣攻撃。そっくり。お願い、分かって。私だよ。危ない。待て、助けてくれた。本物のアウレットだよ。ロミオはそんなことしないもん。こっちに来るって何が来るの？ルナガールが撃ったエネルギーの弾だよ。上手に避けて進むんだ。アウレット、操縦頼むね。任せて。捕まって。船は無事？やった、ついに月に着いたわ。さあ、月のクリスタルは一体どこにあるの？ちょっと！ルナガール何してるの？ほっとくわけにはいかない。急いで追いかけよう。あ、僕はパジャロボと一緒に宇宙船の修理をしてようか。ありがとう、ゲッコ。でもみんなで行った方がいいよ。ルナガールが何を企んでるのかわからないから。大丈夫？よくわかんないんだ、僕ね。こんなに遠くに来たの初めてで。どうだい、おじゃマスク。私の新しいお城、すごく素敵でしょ？前からこういう基地が欲しかったの。夢が叶った。でも、もうちょっと自分らしさが欲しい感じだよね。例えば、私の像なんてどうだろう。
いいね。それからおしゃれな絵も欲しい。この杖大好き。でもまだ何か物足りないな。静かすぎる。そうだ、私を褒めたたえる国民が欲しい。じゃあ杖を振って好きなだけ国民を作ればいい。そんなもん作れるわけがないだろう。だから地球の人間を連れてくるんだよ。私の国民として一生月に閉じ込める。最高だね。そんなのダメだよ。そう、誰が私を止めるの。僕たちだ。本気？せいぜい頑張って。今すぐそこから出してあげるね。スーパー月光カムフラージュ。気をつけて月光。ちょっと誰なの。早く逃げて月光。しまった。あら、あんただったのね。ああ、嬉しいじゃないの。これでパジャマスクが3人揃った。みんなまとめて私の素敵なお城に飾ってあげる。ここがあんたの新しいお家だよ。動物変身ビームをすぐ壊すんだ。ダメだー。ダメー。ロボットの勝ち。やつばい、見て。うわ、すごいよ。地面に赤い点がある。何かわかんないけど、でもこの手を絶対捕まえなきゃ。邪魔だ、間抜けな猫め。あー、惜しかったな。あれ、どこ行ったの。やった。危ない猫ちゃん。ロボット、下ろしてくれ。スイッチはどれなの。絶対に言うもんか。いいよ。じゃあロミオはどんな動物になりたい。脅かす気か。ああ、待った、やめてやめてやめて。動物なんて嫌だ、人間がいいんだよ。戻すスイッチは横にある。うふう、イエーイ。待って、猫ちゃん。あ、あれ、イエーイ。うふう、顎を撫でられるって変な気分。ごめんね、ロボット。もう行くよ。ねえ、こんな風にくるくる回ればタコの腕を避けられるよ。忘れないで、ロボダコには腕がたくさんあるけど、僕らは尻尾を使えるんだ。みんなありがとう。今こそヒーローになろう。
便利だね。もう終わりだよ、ロボダコ。水中の達人から逃げるのは無理だ。わあ、月光がやったんだ。月光大丈夫かな。どこにいるんだろう。イエーイ。次はやっつけてやるぞ。お邪魔スク。無理じゃないかな。盗んだものは返してもらうね。水の中にもっといっぱいあるよ。助けて。助けに行くしかないみたいだね。狼団を、それとも街を。ほんとやんなっちゃう。リップ変なこと考えて。みんなごめんね、私の羽のパワーのせいで。アウレットの羽はほんとすごいよ。でも羽だけでいつも勝てるわけじゃないんだ。そう、こういう時はキャットストライプかな。うん、それからスーパー月光パワー。そうだね、みんなで羽を取り返すの。今こそヒーローになろう。アウルウィングウィンガー。うわー、危ない目に合わせてさ。そうだよリップ、リップは自分じゃ何もしてなかった。そんな作戦がある。俺は抜けるぜ。うん、僕も。ちょっと待ってよね、私がリーダーだよ。次の作戦考える。私の言う通りにすれば絶対に絶対に負けないんだから。あ、ねえどうしたの。そうだよね、大きなトカゲに勝てるもの何かわかる。もっと大きなトカゲ。うわ、本当にすごいよ。追いかけて、いいぞライオネルサウルス。この作戦すごくうまくいきそうな気がする。ねえロミオ、大トカゲは好き。ほらここにもいるよ。さっきの尻尾はまぐれあたりだ。ふう、偉いぞライオネル。オオカミサウルス素晴らしっこいね。うん、違う、素早いのはオオカミサウルスじゃなくてロミオだよ。ロミオが動かしてるの。そうでしょ結構。コントローラーを壊して。そしたらオオカミサウルスは何もできない。これ使わせてもらえるんだ。早く乗りたくてもうたまんないんだけど。出動パジャマジラン。え、パジャマ誰。パジャマジラン、そう俺のことさ。パジャマスクの仲間になってヒーローの仕事をするんだよ、これからずっと。やめて。ち
ちょっときついな。大丈夫、すぐ直すよ。工具はないのか？どうしたらいいと思う？もう仲間になった気でいる。それでいいの？ダメだよ。じゃあちゃんと言わなきゃ。なんて？出てってなんて言えないよ。でもこのままじゃ全部めちゃくちゃにされちゃう。うん、帰ってもらおう。聞こえちゃったんだ。どうしよう、行こう。アルマシュランと話さなきゃ。基地なんか救うんじゃなかった、あいつらめ。あそこだよ。すごく怒ってるみたい、アルマジラン。どうしたの？俺のことが邪魔なんだよな。話を聞いて。やだ、仲間に入れてもらえないんだろ。だったらあの基地は俺がもらう。ダメだってば。見てろよ、基地を潰してやる。それで潰し終わったらもっともっと潰すんだ。やりすぎるって言ったでしょ。スーパーアルフェイザー、スーパーキャットスピード。基地を守った。止まれないよ。ねえ大変だよ、このままじゃ街が壊されちゃう。大急ぎで止めるんだ。キャットカーに乗って。こういうやつにはこれだ、サンダードカン。サンダードカンは俺の技だぞ。今は僕のものだ。トンネルを掘るパワーも全部。結構大丈夫だった？ロミオはトンネルを掘って逃げたんだね。みんなの言った通り、ロミオは強かった。やっぱり一人じゃ勝てない。力で負けても頭を使って勝てばいいんだよ。どうやって？どこにいるかもわからない。僕のせいで逃げられたんだ。大丈夫、すぐ見つかるよ。パジャロボ、聞こえますか？ロミオがどこか探して。パジャロボは本当いいな、頼りにされて。またご主人様と働きたい。わかるよ、今までみたいにやりたいんでしょ。きっと方法はあるはずだよ。なんだよ、もっと穴を掘るつもりか。悪者をやめてトンネル掘りになったらどうだ。面白いことを言うな、アリクイ君。お前のパワーを吸い取ったラボがどれだけ強くなったか確かめに来たんだ。忘れないで、ロミオを止めたかったら頭を使わなきゃダメだ。頼りにしてるからね、ロボット。ロボットの動きでロミオの気を引くの、分かった？了解です、今こそヒーローになろう。もちろんだよ。やったー、このセリフ言ってみたかったんです。この場所に僕の新しい基地を作るんだ。まずはボロッチー博物館を潰さないとな。エコーモービル尻尾攻撃。待って、どうなってるんだ。おっと、アルマジロっていうよりひっくり返ったカメだよ。おじゃマスクのやつらめ、今度は何をしたんだ。ご主人様、大丈夫？ロボット、お前そこで何をしている。何の音だろう。キャットイヤー、フロッシーフラッシュ、キッククラッシュ。間違いないよ、フロッシーフラッシュだ。あ、昼間見たのとちょっと違う気がする。どうなってるの？ロミオ、かわいそうなミニマスクちゃん。何をしたんだ？フロッシーフラッシュをちょっと改良したのさ。人間をかわいい人形に変えられるようにね。もう誰も僕の邪魔はできない。あの、いつもの言わなくていいんですか？ああ、ちゃんと覚えてるよ。これから言うところだ。世界を征服するんだ。そんなのうまくいきっこない。そうか、誰が僕を止めるんだ。小さなキャットボーイの人形か。スーパーキャットスピード。箱に入れますか、ご主人様。そうしてくれ、ロボット。うわ、ほら、そこなら安心だろ。新しいお家でゆっくりしてくれ。どうしてよ。
ロボット、フロシーフラッシュの罠を使って何も知らない次のパジャマスクを捕まえるんだ。やめろやめろ。フロシーフラッシュはここにはなさそうだね。ここにも、ここも。フロシーフラッシュキッククラッシュ、あった、キャットボーイ、アウレット、フロシーフラッシュ見つけた。待ってよ、さっきまでなかったよね。何かおかしいような。うん、すごく綺麗だな。何をする、気をつけろ。このバチの力を見てやろう。バチ、よし。満月、よし。真夜中の鐘の音、あとちょっとだ。12、11、10、9、8、7、6、5。そのバチを下ろすんだ、ナイト忍者。4、3。あと2回でドラゴンを呼び出すことができるぞ。2。あのドラを叩かせちゃダメだ。私はドラのドラゴン、ご主人様の望みは。ご主人様、ちゃんと敬ってくれたぞ。どうだ、お邪魔スク、ドラゴンはバチを持つ者に従う、つまり僕は史上最強の忍者になったってことだよ。ああ、そうとも、究極の忍者、わかるか、僕は無敵だ。さあ、それはどうかな。確かめてみるか、トカゲくん。ずっと待ってた時がついに来た。ドラゴン、あのいい子ちゃん3人組をすぐに放り出すんだ。はい、ご主人様。じゃあな、パジャマスク、今まで楽しかったよ。通りだったのに。大丈夫、すぐこっちに戻ってきて、一緒に戦おう。月光の力で敵を倒すの。でも、もう間に合わない。待ってよ。スーパー月光シールド、イエーイ。ふふふふ、うわー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 。乗って。ほんと大失敗、みんなの話を聞いてればこんなことにならなかったのに。失敗したって取り返せるよ。そのために急いで戻ってきたんでしょ。スーパー月光パワーが役に立つ時が来たんだ。弾を落とせ。ねえ見て、どこへ行くのかちゃんと分かってる。博物館だ、でしょ。僕を飛ばして。よし、発射。僕の失敗は僕が片付ける。やあ、今こそヒーローになろう。え、またお前か。どうやってここに来た。スーパー結婚パワー、アルウィングリーダー。目が回るよ、助けて。いいけど、今度はナイト忍者が正しいことをする番だよ。盗んだものを全部返して。分かったよ。これで博物館は元通りだ。みんな本当よくやったね。あのぴょんぴょん手裏剣どこ行ったんだろう。すごく大きかったよね。まあね、だけど心配しないで、元の場所に戻したから。誰かと思ったらパジャマスクじゃない。ルナ、何をやってるの。あれは何。お前たちのパワーだよ。小さなラボには多すぎたみたいでね、そこら中に散らばった。パジャマパワー取ってきて。ちょっと、ぼんやり見てないで。手
手を出すな、ルナガール。僕たちのパワーだ。ああ、僕のパワーにしたかったのに。はっ、こんなのすぐ取れる。忍者リーノがいなくても大丈夫だ。そうだ、忍者リーノは謎の山で訓練をしている。関係ないだろ。もっとパワーが欲しいのはこの僕なんだから。僕は私も欲しい。俺も、私、バラシちょうだいよ。喧嘩するな。正々堂々ゲームをやってパワーを勝ち取れ。この遊園地を楽しまなきゃな、だろ。パワーを盗んだくせに何が堂々よ。さあゲームを始めよう。輪投げをしようよ、ね、いいでしょ。ワンワン、おこれがいいね。見せてやるぞ、かっこいい忍者ココナツ投げだ。ねえ大変だよ、みんなパワーを欲しがってる。パワーは誰にも渡さない、僕たちのだ。みんな手伝って。パワーが戻ってくるのを感じるよ。おやおや、どうやら逆さまビームの力が消え始めたようだな。もう一度ビームを浴びせた方がいいだろう。いいぞご主人様。ダメ、スーパー結婚シールド。なんだ。ご主人様、お願い、うまく聞いて。安心しろ、キャプテンオリコさんが来たぞ。力を貸そう。わあ、ありがとうキャプテンオリコさん。でも僕一人で大丈夫。本当に？だけど悪者ナイトパンサーとダークアウロがうろついてるんだぞ。なんだか変なことになっちゃった。タンティタンティタンティタンタンティタンティタンティタンタンティタン。あ、あそこにいた。よし、最高の友達、あの悪者たちをやるげよう。あ、わかった。そうだね。ねえパンサー、ダークアウロこっちだよ。邪魔が入ったようだ。よしやろう。キャプテンオリコさんが助けに行くぞ。わっ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 。ナイトパンサーストライプ。オリコさん大活躍。あ、うん、そうだね。ねえ、何があったの？全然覚えてないんだけど。二人とも元に戻って本当によかったよ。後で全部話すね。今はこれを言おう。パジャマスク、そしてキャプテンオリコさん、任務成功。アルアイ、大変、アルマジランが大きな月の石を持ってる。アルマジランが石を盗んだの？そうみたいだね。ナイト忍者たちに囲まれた。アルマジラン、何やってるの？手伝ってる。何に見えるんだ？あ、大きな月の石を盗んだみたいに見えるけど。そうだ、そいつが博物館に押し入って石を盗んだ。僕は最初から見てたぞ。え、違う、そうじゃないんだ。じゃあ石を盗んでないの？あ、実際に持ってきちゃったけど、でも悪いことはしてない。石を守ったんだよ。石を守った？はっ。ああ、ヒーローになるのやめたの？違う、俺はヒーローだ、君たちと同じ。でもヒーローは物を盗んだりしないよ。盗んだんじゃない、本当だよ。ナイト忍者とルナガールが一緒になって大きな月の石を盗もうとしてた。だからその俺が急いで取ったんだ。本当かな、なんか怪しいけど。わかった、俺を信じられないなら持ってて。じゃあもらっとくね。大きな月の石は私のものだ。やった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 。これで何をするか楽しみにしてて。
ルナガール。言っただろ、ルナガールを止めなきゃ。ここはサンダードカンだよな。まずい、サンダードカンだ。ニンジャリーノ逃げろ。サンダー、ちょっと。すごい、全部悪者は逃げてった。さっき言っただろ、あいつら手を組んでる。でもそうか、俺を信じてないんだ。お菓子ちょうだい、お菓子ちょうだい。ああ、さりげなくみんなの中に混ざるんだ。どうしてそんな声なの？わざと変えてるんだよ。スーパーヒーローの決まりその1、クラスのみんなに正体がバレないようにする。あ、来たよ。こんばんは、ハロウィーンのみんな。わぁ、僕の方がすごいよ。僕はキャプテンキャメロン、宇宙からやってきた無敵のヒーローだ。さあ行こう、お菓子もらわなきゃ。なんでよ。うわぁ、行こう。あいつら、スーパーパワーを見せないようにして助けなきゃ。だったらいいことがある。スーパー月光カムフラージュ。ダメだ、取れない。うわ、助けて。動けない。助けて。ちゃんと見てた。宇宙の力を使ってみんなを助けたんだぞ、キャプテンキャメロン。ありがとうキャメロン。でも僕がスーパー月光パワーで助けたのに、ヒーローは僕なんだよ。みんなのこと助けたんだから、それで十分でしょ。うん、みんな無事か？風邪ひいてんの？ああ、そうか、わかった。スーパーヒーローの声だろう。いいね。僕は無敵のヒーロー、小さな悪者からみんなを救った。おいおい、地下に集まってるみたい。地面の下？うん、行こう、パーティーに突撃だ。誰がここに集まるって決めた？ジメジメしてる。それに暗い。すごく怖い。怖い。誰の声？ただの小玉。パワーが弱くなってきてる。狼満月の光を浴びなきゃ。狼満月なんてないってば。あんたたち騙されやすいね。じゃあスーパー狼になれないの？ごちゃごちゃ言うんじゃない。これからハロウィン泥棒の成功を祝うんだぞ。さあ、盗んだものを分けようか。悪者の思い通りになっちゃうよ。どうしたらいい？数で負けてる。マヌケなおじゃマスクは外をおたおた走り回ってるだろう。僕の見事な作戦のおかげだよな。あんたの作戦って何よ。私が考えたのに。僕たちだってホットドッグの歌忘れてない？あ、お菓子、お菓子の袋。歌じゃないって。うわ、力を合わせればいいのに、誰が一番すごいかって競争してるよ。うん、まるでさっきの僕みたい。ハロウィーンを救うことよりすごいヒーローって言われる方が大事だったから。それが悪者たちの弱点だよ。みんなで集まると強いけど、すぐバラバラにできそうだよね。その作戦で行ってみよう。よし、僕が10個、お前たちが2個ずつだ。それで文句ないだろう。数数えられる？やったー。うわー、あんただけずるいでしょ。みんな、ルナガールだ。また俺たちを騙して。ガラオー、合わせて頑張る。ああ、僕にも歌わせてよ。やった、元に戻った。変なボールに夢中になっちゃってごめんね。どうしても遊びたくて我慢ができなくて。もう二度とあんなことしないよ。わかった。でこれからどうする？
まずボールを集めよう。今度は絶対に遊ばないよ。約束する。行こう。考えたんだ。ああ、ぼんやりおじゃマスクが来た。さあこっちにおいで。気がついた。ルナガールはボールに触ってないよ。触ったらみんなと同じになるんだ。やってみるね。最後のぼんやりボールと一緒に飛んでいくんだ。うんと遠くまでね。その前に他のボールの月のパワーを吸い取らなきゃ。うわー、ほんとかっこいいな。忍者リーノがサッカーをしてるの？ベタベタ手裏剣のボールみたい。わ、やるじゃないの。あ、じゃなくて早く止めなくちゃ。キャットカーに乗って。よしやれ、クラブ忍者リーノ。遊びじゃないぞ、忍者流の本気のサッカーだ。ああパジャマスクか。いいところに来たな。いいところって何のこと？忍者リーノの練習相手にちょうどいいっていう意味だよ。軽くウォーミングアップしてから街中をベタベタにするんだ。街中ベタベタに？面白いからやるの？そうさ、早速始めようか。ゴールを目指せ。新型ベタベタ手裏剣だよ。ぶつかるとドーンと膨らむんだ。あの車はもう使えない。あのおもちゃ屋もだ。よし、次はお前たちの学校だな。学校？あのベタベタ手裏剣でやられたら学校に行けなくなる。チームパジャマスクが相手だよ。覚悟しなさい。アマヤはスターなんだ。クラブ忍者リーノは勝てっこないね。ベタベタにされないように気をつけて。わかってるって。それで勝てると思っているのか？ベンチでちょっと頭を冷やせ。